鈴代さん、う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 ん、お名前は富田美優でーす。おー、富田美優さんおめでとう。やだ、嬉しい、ありがとう。え、私さ、今思ったんだけど、美優と電話するの初めてだよね。あれ、ほんと？電話初？電話は初だよ。LINE とかはしてるけど。こんなに友達やってて電話したことなかった。そうね、まさかラジオで電話するなんて思わなかった。おめでとう。ありがとう。いやー、ちょっとね、元気だよ。元気？あ、元気、元気、超元気。おー、嬉しい、嬉しい。うん。すごい、なんか電話の声って新鮮ですね。いや、ちょっと、鈴褒めにもね。めちゃめちゃ合ってるけどね。そうだね、確かに、うん。何回かね、番組の方にも来てもらって。いやいや、お世話になってます。ありがとう。ありがとうございます。でね、このまま話してたいんだけどね。うん、はい。みゆにお願いがありまして。何だい？今日ですね、はい、2月4日でして、はい、24秒お祝いテレフォンっていうね、ちょっと企画をね、やってて。なるほど。24秒間、私に、はい、お祝いメッセージを。なるほど。言ってもらっても、いいでしょうか。ちょっと待って、ストップウォッチ出していい？ストップウォッチガチだな。これでもマジで24秒終わったらもう切れる感じらしいので。あ、本当にちょっと A 型だから、こういうの。あ、A 型。ありがとう、ありがとう。ありがとう。ありがとう。じゃあ、いいでしょうか。はい。では、24秒お祝いテレフォン、スタート！さゆみ、誕生日おめでとう。ありがとう。この間そういえば誕生日プレゼントはポロッと渡したので、フライングでお祝い実はしちゃったんですけど。そうなんだよ。そう、また番組にも行きたいし、あとずっと琥珀に合わせる合わせるって言って2人ともタイミングが合わず、まだ開講させられてないので。そうだね、ちょっとね、落ち着いたらセッティングしたいと思います。ありがとう。これからもよろしくお願いします。好きだー。おぉ、ぴったり、やったー。すごい、さすが。嬉しい。そう、実はね、そうなんですよ、合ってるんです、みゆちゃんとね。プレゼント、私の大好きな、はい、チョコレートを。そう、チョコレートあげた。ミユがね、さりげなく、すって。はい。そう、バレンタイン兼サンプレだよ。そう。高いチョコあげた。本当にイケメンだった。もうね、すでに美味しくいただいちゃいましたけども。ありがとう。本当にね、いつの間にか、ミユちゃんからおみゆになり、おみゆからみゆになり、はい、さゆみちゃんからおさゆになり、さゆみになった。いや、嬉しいことですよ。本当にありがとう。こちらこそ。いや、琥珀にもね、本当に会いたいから。いや、そう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 、そう、二人に会いたいから。二人ってか、一人と一匹。そう、琥珀待ってるから。ちょっと頼むわ。うん、ちょっとこれからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。改めておめでとう。本当にありがとう。じゃあ最後にせっかくなので、はい、お知らせしてください。新曲とか出るんじゃない？あ、そう、フォースシングルが発売になるんですけども、はい、おめでとう。4月20日、20日、4月20日に発売になります。4月20日、なんか逆にすればみたいな。今ね、今日2月4日だから。ちょうどいいですね。テレビアニメ、デートアライブ4の、はい、オープニングテーマになりますので、皆さんぜひアニメの方も CD の方もよろしくお願いします。いや、めっちゃ楽しみ。いや、ありがとう。本当に楽しみ。いや、そこじゃあ、発売になったら、呼んでください。あ、ぜひぜひ、来て。そうだよ、いつ以来だよ。長らく行けてないから。ブロークンスカイ以来ぐらいですか？ちょっと来てよ。ぜひぜひ来てください。私、この間一人で、なんかカラオケ行った時もミユの曲歌ってたりしました。ありがとう。プレモメとか、翼と告白とか歌ってた。ありがとう。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっと、また会えるの楽しみにしております。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう。またね。またね、バイバイ、頑張って。ありがとう。はい、ということで、まさかの富田美優ちゃんでした。うわー。まさかのね、なんかめっちゃ変な感じしました。文化放送にいるのになんか耳から美優の声が聞こえるみたいな。いやー、嬉しかったです。本当にね、ありがとうございました。ということでね、なんと、もう一人
いらっしゃるということで、誰だろう、ちょっとかけていきたいと思います。ワクワク。もしもーし。もしもーし。あ、たまりでーす。わー、たまりでーす。やっほー、たまり、たまり、やっほー。お手紙いただいてるんで、私は電話で。やだ、ありがとう。ちょっと電話じゃん。絶対にいいんすか、私で。え、何言ってんだよ。もうむしろだよ。いや、電話は久しぶりだからね。ね、そうだよね、久しぶりだよ。そう、一回、うん、普段電話一回二回ぐらいしたっけ。うん、した気がする。そうだよね、初ではないかな。そうだ、初ではないけど、うん、でも待って、これさ、回ってるんでしょ。回ってるよ。な、完全にプライベート会話を聞かれてる気持ちになってる。スイッチ入んなくて全然。そうだよね、私もやばいやばいやばい、素がすごいもう出ちゃってますけど、まあ、いつもそうなんだけど、ね、はい、なんかね、今日私の誕生日なんだ。うん、おめでとう。ありがとう。もうなんか、これで終わってもいいんじゃないかぐらいの気持ちだけど、まあ、せっかく。何歳になったの？え？何？何歳になったの？え？24歳。24歳になったの？何でしょう？もう24歳だよ。なんか頭クラクラしてきたわ。ちょっと、まあね、それでちょっと、24秒お祝いテレフォンっていう企画をね、うん、ちょっとやらせてもらってて。うんうん、まあ、これから、ともりに、24秒、私に、お祝いメッセージを、ください。24秒しかないの？そうなの。240秒ぐらい喋りたいけど。あ、これ聞きたいけどね。めちゃくちゃ聞きたいけど、一旦24秒ってことで。いいね。はい。お願いします。結構、タイトな。はい、尺で、ペッて切れるっぽいんで。ね、私は今、手元に時計がないので、うん、適当に行きます。お、じゃあ、体内時計で。うん。あ、じゃあ、ゴングは鳴るから、スタートって言ったら。あ、オッケー。じゃあ、行きますね。お願いしますね。はい。では、24秒お祝いテレフォン、スタート！さゆみ。なんだ？さゆみ。な、何これ？さゆみ。こいつ何？さゆみ。なんでさゆみしか言ってない。あ、さゆみ。いや、さゆみしか言ってないから。さゆみ。いや、待って、終わるぞ。おめでとう、愛してるよ。かかってたでしょ、24秒。もうちょっとかなっていう。余ってんだけど。で、終わったんだけど。前、さっきの240秒ぐらい喋りたいみたいなの何？全部さゆみっていう気だった。あ、そう。あ、そう。やってくれたわ。聞かせらんないですよ、皆さんに。なるほどね。そうなんて。これはね、ゆみにしか聞かせられない。あ、なるほどね。そういう感じか。だから今度会うでしょ、ほら。あ、そうね。会うね。今度ちょっと会うんですよ。だから、その時にちゃんと言う。マジで？現地取っちゃったよ、今。もういいよ。それ。じゃあちょっとなんか、良さげなプレゼント期待してますんで。もちろんだよ。やったー。もうだって最初、すごいな。いや、ありがとう。でも嬉しいよ。ちゃんと愛してるよってね、聞いたから。愛してるよ。嬉しいです。ありがとう。愛してるよ。行こうね。ありがとうございました。ちょっと、またゲストにも来てね、番組の方に。ぜひ、行く。リリースなくても行くから。来て。マジ、それは来て。本当に。いつでもって感じなんですけど、まあ、せっかくなので、ともりちゃんからお知らせでーす。いいんですか？はい、電話全然内容なかったけど、いいんですか？いいよ。まず、初夏にフォース EP のリリースがあります。お、あと、夏にね、東京、名古屋、大阪、福岡、レッツツアー4都市開催するので。やった！私も行けるらしいよ。お、そうなの？それ言っちゃって平気？それ言って平気なの？大丈夫なの？言っただけで今聞いた。あ、そうなんだ。行きたい。うん、ぜひ、皆さんよろしくお願いいたします。わー、よろしくお願いします。宣伝できたみたいじゃん。違うからね。そう。優しいんだから。そうね。お祝いだよ。ありがとう。ちょっと、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうね。うん。じゃあまた。はーい。お疲れ。お疲れ。バイバイ。バイバイ。はい。ということで、もう、すごかったっすね。なんか我ながらなんかこれ、そっか、
放送されるんだって思いながらちょっと会話してたぐらいにはいつもあんな感じ。でも最初シチュエーション CD かなんかかと思ったんだけど、さゆみさゆみ言うから。いやでもともりもともりですよ。最初はともりちゃんから言うてともりになり、私は早かったけど、今さゆみって言ってましたね。そういえばなんか表ではさゆみとか言ってそか電話だからね、いつか直接ちゃんとさゆみって言ってる姿を皆さんにもなんてね思いますけど、本当に嬉しかったです。ということで、まあリスナーさんとそしてゲストでね、富田美優ちゃんと楠木ともりちゃんと電話させていただきました。もう本当に本当に本当に嬉しかったです。もうにまにましておりました。なんかやっぱり今のご時世だとやっぱ会うことはねもちろんできてないし、こうやってなんか生の声でね聞かせていただけて、嬉しい言葉をねいただけて本当に嬉しかったです。まあ普通歌もね含めて本当にありがとうございました。ということで、改めて祝ってくださったすべての皆さん本当にありがとうございました。以上、鈴代さゆみ24歳誕生日記念24秒お祝いテレフォンのコーナーでした。モンスター級で胸を一歩壊しては、飛び込むよ Go to hell Go fight the paradise It's something dangerous, dangerous We like it Serious, serious